ね、直近の4ヶ月の決まり手が差しがね、はい、65% で、はい、すごいんですけど、はい、なんか変わった練習とかしてるんですか？あ、そうですね、今練習一緒にやってる仲間と昔ながらの街道練習をやり始めてから、それがいいですね。それが好調キープにつながってるって感じ？あ、そうですね。で、周りの選手、一緒に練習してる人たちも成績がどんどん上がって、うん、はい、みんな相乗効果で、それが今の成績につながってます。今さ、46歳じゃないですか、はい、で若い二十歳の番手とか回ったりすることあるじゃないですか、やっぱり、はい、A級戦もそうだったし、はい、S 級でも若い子多いんだけど、はい、このダッシュめちゃくちゃいいじゃないですか。あ、めちゃくちゃいいですね。どういうふうにしてますこれ、対策？あ、もうそれも練習方法を変えて、うん、離れる時もあるんですけど、それが結構効果出てるなと思ってます。でもこう前がダメでもしっかり4コーナーから伸びてるもんね。あ、そうですね、本当に練習効果だと思います。じゃあとピアノの方はどうなの？あ、ピアノの方もぼちぼち少しずつ前よりか上手くなってると思います。ピアノっていつから始めたの？あ、でも去年の3月から初めてやり始めた感じです。これやる原因の何だったの？女の子に持ってたいとかそういう感じ？いや、そんなことないです。なんかやってみたいなみたいな、ね。はい、なんか SNS 載せてるもんね。あ、そうですね、載せたらちょっとみんなから上手ですねみたいな感じで。でもあんまりうまくはないんですけれども。YouTube もやってる？あ、やってないです。 YouTube やって載せればいいんじゃない？いや、そこまでうまく上手じゃないんで。いや、それだから受けんだって。いやー、ちょっとまだ載せるほど。それで載せてたらちょっとまだ早いぞ、早いって言われそうなんで。なるほどね。はい、で、下ちょっと並びはね、まだあれなんですけども。そうですね、川口さんもいるんでちょっと、うん、話し合ってから決めたいです。でも川口さんいてもおそらく、いても後ろだよね、川口さんね。あ、そうですね。とりあえず先輩来るまでっていう感じで、ね、来るまでちょっとまだ、ね、はい、まだ分からないので。分かりました、はい、じゃあファンの皆さん一言お願いします。そうですね、前回今年来た時は完全優勝できたんで、また完全優勝できるように頑張ります。応援してください。年末、年の瀬で地元開催の斡旋というのはどうですか？これ言ったら勝負じゃないですけど、もうちょっと頑張ったらなんか取れるんちゃうんかなみたいな時に地元が来てっていうので、頑張らないかんな的な感じがありますね。なるほど、勝負がけ。勝負がけっていうのはだいぶ上げなダメなんですよね。だいぶ。これ、そうなると今回この3日間では何着が。あ、そんなんまでは計算しないです。とりあえず、ね、はい、したらもうダメです。そんな。とりあえず頑張るだけです。あ、なるほど。直前も感覚どうですか？近況、ちょっと空いたんですけど、うん、でもこの年になってしまうと、もうね、地元といえどそんな完璧みたいなのはなかなかなくて、とりあえず頑張る気だけで、もう気持ちだけはありますっていう感じです。じゃあ私たち4コーナーから背中を押しときますね。あ、だいぶお願いします。2023年どうですか、振り返ってみると？あ、どうでしょう。50歳になったんですけど、なんか50歳になった瞬間に、なんかベテランだとか頑張ってるとかいう感じの雰囲気がみんな言ってくれはるんですけど、周りからそうやって言ってくる感じなんですね。はい、言ってくれはるんですけど、全然変わった感はないんですよ、ね。うんうん、はい、49と1歳しか変わらへんで。はい、分かります。でも、そういうのが不思議やなと思いました。なんか今年のなんか漢字一文字っていうのもなんか発表されましたけど、はい、篠宮さんがこう漢字一文字でなんか表すとしたら、いや、今言われてもちょっと分かんないですね。何やろ、何でしょうね。漢字一文字みたいになっちゃいましたけれども、何でしょうね。なんかいつも自然体ですもんね。そうですね、なんか分かんないですね。じゃあ2024年はもうこういう感じで自然体のままで、もうそれしかしようがないんで。バンク的な相性はどうですか？あ、結構でも地元は昔はすごい奇跡的なやつが起こったりとかいうのですごい良くて、
しかも頑張っちゃってちょっと寿命が縮むぞみたいなはよくあったんですけど、はい、まあでもね、地元の特性を走れるのももうないかもしれんと思って、毎回言ってるんですけど、これで最後やと思っていて毎回ずっとキープしてますよね。いやいや毎回言ってますけど、うんうん、もう最後やと思ってますいやいや、じゃあファイナルね、決勝戦に向けてっていうところがね、はい、期待したいところですけど、ね、何とか頑張りたいです、ね。うん、ではファンの皆さんに一言お願いします。はい、あ、いいですか、はい、あの地元戦、一生懸命頑張ります、なんとか頑張りたいです。ほんまにそういう感じなんで、よろしくお願いします。白井ちゃんといえばね、 SNS もねたくさん拝見してますけれども、まずはもうみんな言わなくちゃという雰囲気になりますけれども、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。全国の皆様ありがとうございますやばい、そうなっちゃうよね。そうですね、やっぱりもう全国の阪神の、うん、阪神ファンの皆様、はい、ありがとうございますっていう感じ。なんか待ってましたっていう感じだと思うんですけど、はい、もう結構球場にも足運んでますもんね、はい、そうですね、もうプライベートはもうもう野球大好きで、まあ、今年は古翔くんが始球式、うん、された時に、うん、花束贈呈もさせていただいて、ね、もうファンの頂点に立った気持ちで立たせていただきました。もう今気持ちはこう舞い上がっちゃうって感じになるんですか。あ、いやでもやっぱりちょっともうシーズン終わってしまって、今ちょっともう抜け殻のようになっちゃったんですけど、なんか阪神の選手がこれからいろいろなんかテレビ番組でバラエティ番組出演されるみたいなんで、うん、もう全部チェックして、さすがです、さすがです、はい、見てます。結構力もらえるんじゃないですか、アスリートの頑張りって。そうですね、うん、でやっぱりこう、まあ、若い選手ももちろんなんですけど、こう年齢も重ねてきた選手だったり、こう怪我をしてる選手だったり、そういう選手の活躍っていうのはもうすごい元気もらえますし、やっぱり本当、うん、甲子園球場にみんな来てほしいなって、やっぱり甲子園球場の応援はもうすごいんで、ぜひ皆さんに体験してほしいなっていう思いで。じゃあ私もぜひぜひ。生ビール美味しいんで甲子園のお任せで、あの雰囲気でね。そうです、なるほどなるほど美味しいんで、ぜひ。でもやっぱり元気もらうんでっていうのと、やっぱりね、怪我とっていう話も出ましたけど、はい、白井選手自身も苦しみましたね。そうですね、ちょっともう去年落車が続いて、うん、正直今もちょっと治療を続けながら走ってる状態なんですけど、まあ、少しでも一つでも上のチャックを目指して、まあ、諦めず走ってるので、うん、まあ、今回向こう町なので、もうせめて1回は確定は乗れるように頑張りたいと思います、ね、もう本当に1期生からさ1期生の前のエキシビジョンエキシビジョンの時からね、はい、ね、すごく引っ張ってくれてて、もうそんなことないんですけど、まあ、今回、今、うん、はい、まあ、一緒にそのエキシビジョン一緒に頑張ってきた篠崎さんと松尾さんと一緒なんで、まあ、みんなで勝ち上がれるように頑張りたいです。1期生の、ね、活躍がそういうのがあって、 G1 戦もね、あ、そうですね、スタートしたもんね。いや、もう本当に嬉しいですし、うん、やっぱりこうガールズ競輪に来てくれた後輩たちがいたから、その G1 もできたので、やっぱり後輩たちにも感謝の気持ちでいっぱいです。とりあえずみんなでだね。そうですね、はい、ではこの3日間の走りですけれども、はい、ファンの皆さんにアピールお願いします。はい、そうですね、もう感謝の気持ちを込めて向こう町3日間頑張って走りますので、ぜひ本庄に来て応援してください。よろしくお願いします。向こう町は、ね、今年の秋も走られてて、はいね、イメージどうですか。まあ、ちょっと平たいバンクかなと思いますね。うん、はい、攻略法もちょっとずつ、はいはい、さてさて、2023年も終わりますけれども、はい、振り返ってザクッと、どんな1年でした今年は1年、なんともすっきりしないような1年だったんですけど、自分の中ではもやもやがある。そうですね、もやもやしてますね。どんなところが。まあ、自分のしたいレースができないとか、うん、あとは展開が向かないとか、いろいろあったんですけど、うん、まあ、
そうですね、切り替えて来年頑張りたいと思ってます。そのしたいレースっていうのは杉浦選手的にはどんなレースが理想だったりするんですか？自分の得意なまくりをしっかり出せるようにしたかったんですけど、やっぱりね、なんか見てると縦があるだけに、あ、今ここチャンスかなっていうシーンも結構あったりしたんですかね。そうですね、やっぱ振り返ったらタイミング逃してるレースがすごい多いなと思いますね。あ、でも前回のバックまくりもね、はい、出たかなっていう印象でしたけど、でもすごく久しぶりにまくれたかなと思うんですけど、うん、そうですね、少なかったかなとも思います、今年は。あ、なるほど、じゃあそこ修正しながら、はい、うん、さあ、あとはもうね、クリスマスシーズンにはなりますけれども、はい、何か自分にこうプレゼントというか欲しいものとかあったりしますか？もらえるなら、プレゼントされるならこれ欲しいなみたいな、物欲？今特にないですね。今欲しいものないですか？特にないですね、うん、はい、ない。趣味とか？趣味は、うん、休みの日とか何されてるんですか？普段よくゲームしてます。最近はゲーム、オンラインゲームで、はい、選手同士皆さんつながってたりもするんですか？もうしてますね、はい、師匠もやってるので、うん、あ、師匠はちなみに鈴木信之さんです。一緒に楽しみながら、はいはい、うん、あとは他に何かやってたりします？オフの時間、自分時間。特にないですね、ずっと寝てるので。お、じゃあもう練習かオフか、ね、はい、体休めるかみたいな、はい、感じですか？初日メンバーの印象どうですか？もう一回見てもいいですか？ちゃんと見てなくて、まだ。あ、はい、あ、この子なんだ。まあ、自力ある人もいるので、やっぱりしっかり立ち遅れないようにしたいと思います。じゃあもう盾も出したい。そうですね、やっぱタイミング逃さず行きたいですね、はい、今回お財布パンパンっていうところで何回か出ていただいたことあるのかな、この向こう町のインタビューは。あ、初めて。あ、なるほど。今回お財布パンパンっていう番組の中で、自腹で車券を購入してお財布をパンパンにしたいなと私たち思ってるんですけれども、はい、3日間狙っていいですか？はい、頑張ります。お願いします。というのも実は今回YouTube を見てくださってるリスナーさんから、はい、ぜひ杉原選手にインタビューしてほしいっていう、インタビュー聞きたいっていうね、はい、オファーがありました。あ、本当ですか？はい、もうすでに応援されてるみたいなんですけど。ありがとうございます。いかがですか、やっぱりファンの皆さんからの声援とか、走ってる時とかも含めて。私は本当になんかその走ってる時に応援してもらえたら本当にすごい嬉しくて、力になる、うん、なってることが結構多いので本当に嬉しいですね。じゃあもしかしたらその、ね、オファーしてくださったファンの方も現場に、ね、見に来てくれるかもしれないですしね。はい、嬉しいです、ね、じゃあ私たちも期待してますので、ファンの皆さんにまずね、はい、3日間の意気込みもお願いします。はい、3日間一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。まずは今年カムバックしましたね。はい、はい、おかえりなさい。ありがとうございます。お子さんは今何人？2人です。2人、はい、いつの間にって感じですね。結構連続で、うん、産んじゃいました。もうパパはどうですか、曽我選手は。あ、もう私より育児してます、うん、育児してくれます。本当ですか、はい。でもお互いパパもママも競争行くようになって、はい、もうスケジュールも含め子育てのそのタイミングとか、あ、大変じゃないですか。結構自分の時間がないというか、うん、でもやっぱ合間を見つけて2人で練習を交互にしたりとか、うん、なんとかやってます。帰ってきてどうですか、この競輪の世界は。変わってました？楽しいです。あ、楽しい、うん。結構やっぱレベルも上がってて、こうシビアなところもあるんですけど、やっぱり
こういろんな人と喋れるのが楽しくて、うん、今は楽しんでます。でも帰ってくる時には試験かなんかあるんですよね、復帰するのに。ありました。ありました。はい、あれ何やるんでしたっけ。200メートルと1キロのタイム測定。うわ、出産育児の中でその試験受けるのも結構大変じゃないですか。なんか、うん、そこが嫌すぎてそこによりもそこの試験が嫌すぎてそこのタイム測定が嫌で、うん、ずっとどうしようってなってました。あ、でもまあ復帰クリアして、はい、で今楽しんでる。はい、楽しんで、一着も取りましたね。はい、取れました。自分が一番びっくりしてます。なんかリズムに乗れそうですか。そうですね、リズムに乗りたいんですけど、ちょっと今7着が目立ってきててどうにかできないかなって思ってます。お子さんとはどうですか、やっぱり頑張れるこう糧になりますか。そうですね、うん、結構家帰って、ママ頑張れしてくれたって言ったら、うん、ママ頑張れしたって言ってくれるんで、かわいいの。かわいいね。じゃあレースとかも分かるのかな、見てて。あ、見てくれて、うん、2人ともこう頑張れって言ってる動画見せてくれます。泣けてくるね。なんかいない間頑張ってくれてるわけだもんね、ママが いない間ね。はい、うん、でもやっぱ途中で飽きてゴールの時には結構もうおもちゃで遊んでる動画あれみたいな、あれみたいな、周回中頑張れみたいな、うんうん、でもそういうの見れるのも嬉しいね。はい、じゃあクリスマスとかなんかね、賞金頑張ってパパママ頑張ってクリスマスにね、おねだりされるんじゃないですか。あ、でもまだ2歳と1歳なんで。あ、そうか、なんか何が欲しいって言ったら分かんないって言われました。うん、なんか予定してますかクリスマスは、はい、家族で。あとクリスマスは私がレースなんでちょっとずれてみんなでしたいなと思ってます。ではね、まずこの3日間、はい、しっかり頑張ってということになると思いますけれども、リスナーの皆さんに一言お願いします。ちょっと最近成績が下がってきてて、いい着は取れてないんですけど、精一杯頑張っていい着を取れるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。もうこのおさぱんは慣れたもんで。そうですね。どうですか、こういうメディアの、まあ、かっちりしたインタビューも多いですけど、はい、ゆるめです。楽です。はい、ありがとうございます。はい、さあまずね、年末になりましたけれども、今年1年はね、やっぱりこうプレッシャーっていうのとか期待度も背負ってたと思いますけど、はい、まあでもそんなに背負わずに走れたのかなって思います。うん、じゃあこう自身で振り返ってみると、この1年はどうでしたか。まあ、前半すごいいい走りできたな自分で思うんですけど、うん、まあ、後半戦あんまり良くなかったなっていうのは反省点であります。うん、ガールズケイリンと言ったらもう G1 戦がね。そうですね、今年から、はい、もう G1 の空気はすごかったです。F1 戦とか普通と何が違う？何なんですかね、もう終わった後のぐったりがすごいですね、うん、体より気持ちが疲れてるみたいな。なんかピリッとした感じもあるんですか。ありますね、女子同士。ありますね。競輪祭どうでしたか。競輪祭はまたもう本当に最後の G1 だったんで、まあ、その分もっとピリッとしてた感もありますね。うーん、何かこう自身の中で2024年のなんか欲しいものっていうか見つけたい課題ありますか。まあ、そうですね、まあ、自在も少し勉強できたんで、まあ、その中でもまた 自力をまた戻していかないとなっていうところはありますね。もう確かに近況はね、位置取り含めて縦かなっていうところを ね、すごく見せてくれましたもんね。はい、もう位置にこだわってっていう感じですね。うん、あとはそれに縦もさらに磨いて。そうですね、はい。うん、柳原選手、クリスマスも近いですけれども、はい、何かこう自身にね、はい、ご褒美的な。クリスマスのご褒美ですか、ね。うん、プレゼントもしするならみたいな何か欲しいものとかってあったりしますか。もう結構食べたいものは食べてきたんで。食べてきた。エネルギーですからね。そうですね、アスリートは。まあ、ちょっと去年はグランプリで食事制限も結構してたんですけど、今年結構もう食べたいもの食べたんで。何が好きですか。ラーメン大好きで。ラーメンといえばちょっと聞いときましょうか、有坂さんに。ラーメンいいですよね。ラーメン世界中うまいですよね。
セガシー、あ、いや、あんま行かないです自分。行かないの？はい。もう一日一食ラーメン食ってるんで。え、そうなんですか。やっぱり太りますよね。はい、はい、汁まで飲んじゃうんですよ。もう汁まで飲む、はい、何系でが好きなんですか。自分豚骨系大好きです。僕もあの僕家系ですね。あ、はい、家系めっちゃニンニク効いて美味しいですよね、はい、あのご飯に合うラーメンが好きなんで。そうですね、二郎系よりだったらやっぱり家系とか、はい、ラーメンショップとか、はい、あっち系の方が好きです。パワー出そうですね。そうですね。けどもう肉にしかならないんで。炭水化物ですね、はい、スープとね、はい、さあじゃあ2024年も含めて、まあ、この3日間ですね、まず皆さんにどんな走りを見せたいか、はい、メッセージお願いします。そうですね、まずもう本当に 今年が自分この開催最後なので、もう本当に2023年、まあ、後悔ないように出し切りたいなと思います。あとちょっと冷え込んできてますけど、この寒さは大丈夫ですか。いや大丈夫です。あ、もうこれぐらいなら大丈夫です。前走った大垣の方が寒かったです。はい、では楽しみに待ってますので、はい、頑張ってください。頑張ります。お財布パンパンというね、かなり YouTube でも緩めのインタビューになるんですけど、うん、初めて、はい、初めてです。お越しいただきました、はい、よろしくお願いします。結構 YouTube 配信もね、競輪が多くなりましたけれども、はい、ご覧になったりもしますか。そうですね、今はほとんど YouTube で見させていただいてます。ダイジェストも含めて、はい、うん、佐藤選手はもう今回ぜひともっていうところで、もうビューティー枠も含めて、はい、ご登場いただきましたけれども、はい、2023年いかがでしたか。はい、まあ、全然成績も良くなくて、まあ、練習はそんなに悪くないんですけど、まあ、なかなかちょっとレースにつながらない部分があるので、まあ、それはちょっと来年しっかり考えて練習も見直してちょっと取り組みたいなと思います、うん、レースではこういうとこ見てほしいなっていうのはありますか。そうですね、前まではまあ結構動いてたりはしたんですけど、まあ、結構大きい着も取ってしまうことが多いので、まあ、ちょっとレースの流れ見ながらの動きにはなってしまってるんですけど、まあ、なるべく積極的に動きたいなと思ってます、うん。108期というと同期児玉選手も刺激になってますか。はい、そうですね、先日あの祝勝会の方にも行かせていただいて、うん、まあ、初めて参加させていただいたんですけど、まあ、とても同じ競技をやってるとは思えないようなすごい人だなと改めて感じました。同期ながら、まあ、昔から学校の時からもう化け物だなとは思ってたんですけど、うん、はい、まあ、いざ、はい、最近成績やっぱりグランプリも3連覇したり500勝したり G1 取ったりっていうのを、まあ、同期として見させていただいててもやっぱりもう全然違うので、まあ、憧れというよりはもうなんかファンとして見てるような感覚です。、はい、で今日着てらっしゃる T シャツもちょっと後ろを向いていただくと、はい、はい、児玉選手、はい、なんですね。そうですね、うん、あのいただいた T シャツで、うん、はいです。なんかいい運気も。そうですね、ちょっと験担ぎにパワーをもらえたらなと思います。はい、向こう町バンクどうですか。あまり走らせていただいた回数は少ないんですけど、まあ、前回はあまり良くなかったので、まあ、今回挽回できるように頑張りたいです。では3日間の意気込みをリスナーの皆さんにお願いします。はい、強い人が多いんですけれども、まあ、しっかり立ち遅れないように、まあ、ゴール前勝負できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。小耳に挟んだんですけれども、はい、最終学歴が、最終学歴は一応大学院の中退にはなるんですけど、おうおう、まあ、でもほとんどもう行かずにあの競輪の試験の方にこうシフトしちゃったんで、はい、まあ、ほぼほぼ大学卒で、はい、どちら出身なんですか。長野の信州大学に、はい、行ってました。専攻は何を勉強してらっしゃったんですか。専攻が繊維学部、服とかの繊維の学部なんですけど、ほとんどやってるのは工学部とかと一緒の、なんていうの、科学みたいな感じの、はい、国立で大学院に進まれてからの競輪選手、はいはい、そうですね、はい、うん、なんかね、なかなかピンとこなかったんですけど、きっかけって何かあったんです。いや本当に大学から自転車始めて、ですごいこうハマってというかのめり込んで、うん、あ、こっちの方もいいなみたいな感じで、
っていう、はい、流れで。じゃあ小中高とはスポーツ歴っていうのは何か。一応高校中学は吹奏楽で、で高校からバドミントンを一応やったんですけど全然花開かずみたいな、はい、感じで。なんかめちゃめちゃ異色ですね。そう、そう、今言う、そう言われるとそうですね、はい。自転車の魅力っていうのは今改めてどんなところハマってますか。あ、そうです、本当に、まあ、よく言われるトラック競競輪とかだとやっぱ60キロ70キロ近いスピードが人の力で出るっていうのはやっぱりすごいというか魅力かなとは思いながら、はい、走ってますね。S級の舞台上がってきましたね。そうですね、はい。どうですか。まあ、今のところで半年ほぼ走って、まあ、今のところは割と自分のしたいその先行というか距離踏んで自分の流れ作ってっていうレースはできてるかなっていう感じですね、はい。その先行でも大体踏める距離っていうのはどのぐらい自信ありますか。はい、そうですね、まあ1周以上、1周半とかは結構割と距離踏めるタイプなんで、トップスピードがない分その持久力で戦えてるかなとは、はい、思ってます。じゃあどちらかというとかましよりも抑え。そうですね、やっぱり S 級上がってその自分のペース持ち込んで後ろの人にこう仕事というか守ってもらいながらっていう方がやっぱ自分としてはこう自分の足にも合ってるかなっていう、はい、感じですね。明日内枠ですね。そうです、かなりちょっとスタート遅いんで何とも言えないんですけど、はい、前取れれば理想の展開ってあります。ただそれ対戦相手が結構もう2人とも、まあ、自分も含めたんですけど若手で結構積極型にはなるかなと思うので、うん、そうです、全部突っ張れたりするとちょっと何とも言えないんで、そこはちょっと流れを見て、うん、たくさん決めていきたいかなとは、はい、思ってます。年の瀬ですので、あのリスナーの皆さんも、はい、私たちも、はい、お財布を私年末に備えて、はい、そうですね、やっぱりちゃんと貢献できればなとは、はい、思います。楽しみにしています。ではファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今回も、しっかりといい走りを見せて、お客様の期待に応えたいと思っています。ぜひ応援よろしくお願いします。 S 級復帰おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした、単発レースでっていうのは。そうですね、短期の戦いだったんで、まあ、結構短期は得意だったんで一発あるかなと思ったんですけど、まあ、優勝できてよかったですね。さあ、このおさパンといえば前回もお世話になりましたけれども、はい、ね、ぶっちゃけなトークまでお付き合いいただいてありがとうございます。はい、あの時覚えてらっしゃいます、彼女募集っていうのもね、はい、ありました。まあ、あの回あって彼女できて、はいはい、ありがたいです。いつ彼女を。最近ですね、2、3ヶ月前くらいですかね。はい、今めちゃめちゃ楽しいね。そうですね、はい。どんな雰囲気からスタートしたんですか。どんな雰囲気、まあまあ、はい、何がきっかけで。きっかけ、まあなんかちょっと遊びに行ってって感じですね、うん。はい、なんかまたなんか練習もレースも頑張りがいができるんじゃないですか。そうですね、はい、うん、励みになります ね、 ね、はい。あの前回聞いた時にこういう配信系とかインタビューはめちゃめちゃ緊張しますっておっしゃってましたけれども、そうですね、だいぶ慣れてきました。いや緊張するんですけど、うん、まあまあなんかここは慣れてきたなって感じですね、向こう町は。はい、嬉しいです。近況はやっぱり好調の要因みたいなところでは何かあったりします。はい、そうですね、練習方法をちょっと変えたっていうのは大きいかなと思いますね。はい、例えばどんな点を。なんかバンク結構入ってたんですけど、前まではもう結構室内トレーニングばっかりで一人でやるっていう練習方法に変えてから調子がいいかなって感じですね。はい、あのちょっと話に聞いたところ、あの演技担ぎというか、沖縄でなんかいいものを見つけたっていうのを聞いたんですけど、はい、あ、そうですね、金のネックレス買って、はいはい、なんかそこから良くなったとか。そうですね、金のネックレス、はい、なんか時代的で言うと有坂さん世代の話に聞こえそうですけど。いや、そんなことないですよ。金はやっぱりどの時代の選手も好きですからね。まあ、でも今金高いもんね。そうですね、うん、はい、まあ、でもいいんじゃない。いや、あの下がることないんだよね。今もつけてたりするんですか。あ、今つけてます。これなんですけど。おー、かなりの量いったね。そうですね、もうちょっと行きたかったんですけど。沖縄で行って勢いで勝ちたって感じ。そうです、なんか同期と店に入って、うん、そのままお金下ろしに行って買ってって感じです。え、まあ、
まあまあのお値段するんじゃないですか。そうですね、まあ、その時で40万くらいでした。おお、もうでも、はい、そこからなんか運気が上がった。そうですね、そこからなんかいいことばっかりで、はい、じゃあもうすぐペイできちゃいましたね。そうですね、まあ、もう止まったら打ったらええかなって感じですね。でもさらにね、まあ、賞金も稼いでっていうところで S 級の舞台帰ってきたので、はい、どんなところを今回ファンの皆さんに見せたいですか。そうですね、ちょっと自分のスタイルがまだ定まってないので、そこを見つけれたらいいなって感じと、まあ、しっかり力出し切って頑張りたいです、うん、はい。浜田さん、明日あれどうするか聞いた方がいい。明日堀江くんかけちゃうと強いもんね、一瞬半。そうですね、どうする。なんかもうちょっと、そうですね、かかる前にかますとか、そんな感じとかですかね。まあなんかまだ考えてないんですけど、はい、ダッシュはある方だっけ。いや、ダッシュがないんで、もうちょっと相手が嫌なこと頑張ってできるようにって感じですかね、はい。これだけ聞いておけば明日買わなきゃダメだから、車検頑張ります。頑張って、はい。ではリスナーの皆さんに一言お願いします。3日間頑張るので応援よろしくお願いします。